レッキングクルーもあるんですよ。これ素晴らしいですよ、このレッキングクルー。ちょっと今やってますけどね。オリジナルのレッキングクルーとステージが全部違うんですよね。だからすごい面白いですよ、これやってみますけどね。僕、チラッとだけやったんですよ、昨日ね。ステージが違うんですよ、いつもとね。ほら。難しくなってるんですよね。これ1面ですからね。だから言うたら、チャンピオンシップロードランナーみたいなもんで、チャンピオンシップレッキングクルーみたいな感じでしょうね。そういう感覚だと思います。ここ降りていいな。この1面は僕昨日やった時クリアできたんですよね。1面はまあ簡単にクリアできますよね。それでもさすがにね、ちょっとやってみましょうかね、真剣に。一応ゲームオーバーになるまでどこまでいけるか、この改造版レッキングクルーをね、ちょっとやってみますね。改造版っつうかね、改造版か。ステージが違うんですよね。ステージもなんかね、いろんなこう面の構成がね、任天堂が作ったレッキングクルーとはまた違うね、レッキングクルーって感じで、これは面白い。おっと、危ない。とにかく敵がいないですからね、まだ簡単な方かもしれないですね。下にいるなすび仮面だけなんで、ね、ずっとあそこにいるだけですからね。いきますね。これね、レッキングクルーって音楽をね、覚えてれば、なんていうのかな、音楽さえ覚えてればね、火の玉いつ来るか分かりますから。これは壊していいんやったよな。壊してもこれ、いけなくなるところはないよな。あそこ登って。これ壊しても大丈夫だね。昨日やった時確かそうだったと思うんですよ。これ登れなくなったらダメなんですよね。大丈夫ですね。あ、でもダメか。壊したらダメやね、これ。壊したら、ここに登れなくなるから、行けなくなるもんね。あ、行けるか。行けるわ。この橋を使えばいいんよね。あ、行けるね。あ、じゃあ壊せるわ。これ壊しても大丈夫。で、この橋をで行けばいいから。そろそろ来るね。これか。ここ行けばいいね。で、こう行けばいいですよね。あ、クリアできそうですね。スピーカー面が上まで来なければ大丈夫。あ、いけそうやね。2面ですね。うわ、いきなりこいつおんの。ブラッキー。これは、まずこいつを入れないかんよね、ここにね。あ、やばい。もうやられた。でも死んでないからいいですね。セレクト押しましたけどね。よし、OK。これ絶対こいつは落とさないと。これでも、ここ降りた、大丈夫ですね。こう行けばいいよね。で、これは壊しても大丈夫やろうね。まだね、2面目ですからね。これは、ここを壊さないからね。で、こうやね。こういったらいいですよね。敵ないですからね。楽は楽ですよね。で、こう、これ壊して、これも壊しても大丈夫だよね。あ、簡単や。1面よりこっちの方が簡単なんちゃうか。あ、3面。うわっ。おお。ちょっと今なんか変やったね。まあいいか。土管すり抜けたわよ、マリオが。これは、どうしようかな。スパナゴンがいるね。まあ、とりあえず上まで登って。そろそろ来るね、火の玉ね。
まあね、このゲームって時間制限ないからいいですね。うん。まあ、ロードランナーもそうですけど。自由にというか、ゆっくり考えて攻略できるんで、まだいいです、そこがね。これは、ちょっと待ってよ。やばいやばい。ちょっと待って。いいか、落ちても大丈夫。あ、やばいやばいやばい。怖っ。来よったな、こいつ。スパナゴン。ここで爆弾で倒そう。ああ、自分も落ちてもた。まあ、これでいいや。だいぶ違う、これでね。うん。で、あとは、ゆっくりね、上に登って。これ、でも、こっち行けないよな、よう考えたら。行けるかな。これ、無理やね。クリアできないね、これ。下行けないもんね、この二段下のとこ行けないもんね。どうやって行くんやろ。ゴールデンハンマーがあれば行けるけど。あ、無理ですね、これ。どう考えても。ダメだ、これ。三面からもう引っかかってるね。あの真ん中行くには、ああ!これね、こうなるとどうしようもないんですよ。もうね、セレクトボタンを押すかリセットを押す以外にないんですよね。すいませんが。はい。ちょっとね、ちょっともう一回やってみましょうね。ちょっと残機増えちゃったんですけどね。はい。やられた分の残機増えちゃった。お!見事、二人閉じ込めました。ここは結構、この上のとこ壊すの難しいですね。あ、そうでもないか。そうか、あのはしごで降りればいいもんね。先に壊すか、あれね。さっきつまずいたところね。先に壊しちゃいいや。はい、来た。はい。これ先壊してしまおう。さっきこれでいけなくなってクリアできなかったから。落としてやると、はい、あのスパナゴンは爆弾でね、ああいう感じで落とせば一時的にね、あの回避ができますから、その代わり速くなりますけどね、スパナゴンね、スピードが。これはここからこういきゃいいのかな。よし、でこれ壊したらクリアですね。はい、ちょっとね、残機、まあいいか、とりあえずやってみましょう。うわ、これはここ閉じ込められるかな。はい、入ってくれるか。あ、いや、無理か、引き寄せられないな。夏日画面ですからね。夏日画面は不定期なんです、動きはね。これはでも難しいですね、これね。なんかややこしそうですね。なんかね。だから、レッキングクルーはね、これがあればね、200面分楽しめるってことですね。オリジナルも含めたらね。これ100面昨日やってみたんですけど、逆になってんですよね。オリジナルの100面のね、デザイン。やばいやばい、危ね。こっちからこういって、上から壊していくか。のがいいね。上から順に壊していって、下に降りていく感じにしようか。むやみにはしごはすぐに壊さない方がいいかもしれんね、これね。うわ、来た。来やがった。まあ、今のは壊すしかなかった。あいつ落とすためにね、壊すしかなかった。で、これは、ちょっと待ってよ。あそこ先に壊した方がいいね。ここ先、うわっ、やられた。難しいね、これ。これ閉じ込められたらいいんだけどな。もう遅いな。先これ壊してまうかもね。こうやって。あ、しまった!登れなくなるやん、あそこ。もうこれクリアできないですね、これ。
クリアできないな、これ。ここ上の、いけないからね。もう、これやられるしかないよ、これ。セレクト押したらね、残機増えちゃうからね。難しいな。あと3機です。でも面白いですね。とりあえずちょっと先にここね壊しちゃおう。ちょっと危険なところを先にね片付けちゃった方がいいでしょう。よし、でこれでいいですね。これであとこっち行って、あ、じゃあこっちか、こっち行って で壊させないようにしないかんでね、あのブラッキーにこのはしごね。うわー、言ってるところで壊されてもうたらもうダメや、これ。ここ行けないもんね。もうこれ無理ですね。クリアできないです、この面。自殺しましょう、自殺。自殺しましょう。はい。むずいわ、この面。こいつを閉じ込めないかんのかね。閉じ込められへんもんな。ブラッキーって閉じ込められなかったよね。あれってモンスターしか閉じ込められなかった気がするんですけど。とにかくあいつがこ来ないようにさせないかんねんな。よしよしよし、なんかしなきゃ、つまずいとるあいつ。はい、でこっから登っていこう。やばいやばい、来た来た来た。よしよし、いい。で、今度こっち行けばいい。はい。はい。スパナゴン、スパナゴンちゃう。あ、ナスビ来ておったな。よし、これでいい、これでいい。でいいんちゃうかな。今度はいけるんちゃうかな。先にここ壊してもらうか、心配やから。はい、あとここでこれでクリア。はい、はい、ボーナスステージね。めっちゃ難易度上がってるね、やっぱりね。原作っていうかオリジナルのね、レッキングクルーより。あ、見つけた。前に僕ね、オリジナルのレッキングクルーもね、実況プレイしてますけど、あれは18面ぐらいまでいったかな。18面、確かそれぐらいまでいった記憶ありますけどね。うん、18面、どうやったかな、何面までいったかちょっと忘れましたけどね。これは、どうすんだ。これ上はないもんね。とりあえず、ここからか。かな。うわ、これ完全に競争やな、これ。よしよし、やばい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 、難しいわこれ。もうこれ最後の残機ですね。うわ、オリジナルとえらい違いやな。オリジナル18面ぐらいまで行ったのに5面でもう最後の残機ですからね。こっちの方がチャンピオンシップレッキングクルーでしたね。いや、これ作った人すごいですね、これ。これ、任天堂が作ったやつなのかな。でも違うよな、絶対に。多分改造ですから、誰かが作ったんでしょうね。よしよし、これいける。で、これここ壊して。やばいやばい、危ね、危なかった、今。で、あとこれね、上から順に壊していけば、これいけるってことやんね。危ね、怖っ。これで割れちゃうの。はい、クリアしました。はい。6面ね。うわー、これむずそう。こいつ落としたらええの、これで。あー、無理や。危ね。ちょっと早いから落とせなかったよね。ちょっと待って、怖い怖い怖い。ちょっと待って。これ逃げ場ないね、これ。あ、終わった。
っていうことですね。こんな感じなんですよ。完全に、あれですよ、オリジナルステージのメイキングクルーです。100面やってみましょうか。ほら。これオリジナルの100面の、逆になってる状態ですよね、これ確かね。だったと思いますよ、これ。うん、まあ絶対100面クリアするのは無理ですからね。無理っていうかね、やたらやり込まないと100面クリアするのは厳しいと思います。これ多分でもね、ルールは同じなんです。ルールというかね、攻略法は同じだと思います。逆になってるだけですからね、オリジナルの。はいはい。ということで、こんな感じですね、レッキングクルーね。はい